NHK 講師のプロクライマーが5分で教えちゃいます。身長がなく柔軟性がない人がやるべきトレーニング。背のない人に必要なのは先端力だ。同じ課題、背のある人は普通に届く、背のない人は届きにくい。先端まで立ち上がる、先端まで押す、先端でも止める。この先端力を鍛えるためのトレーニングをやっていきます。先端力、スナップエンドウ豆トレ、手首足首柔軟。ゴルフボール、ゴムボール、テニスサイズのボール、これを用意しまして、まずゴムボールで表面をほぐします。ゴルフボールで深部をほぐします。手首のストレッチをします。反対もやります。回したりして手首の柔軟を高めます。テニスボールで足裏をほぐして、ゴルフボールで深部と細部をほぐします。ストレッチングボードを紹介します。私が持っているものです。低い位置から高い位置まであります。ボール転がしをする前はこれくらいの柔軟ですが、ボール転がしをやるとこれくらい柔軟性が上がります。反対の足首のストレッチもやっておきます。腰と膝が浮かないようにしたいんですが、私は浮いちゃう。先端力、スナップエンドウ豆トレ、スナップトレ、2種類の硬さのゴムを使います。これくらいの柔らかいものとこれくらいの硬いもの。柔らかいゴムは手首のスナップ、なるべく手首から曲げてトレーニングします。今が2倍速の速さです。なのでもう少しゆっくりやってください。足首のスナップは硬いゴム、足先に引っ掛けて手綱を引くように持ちます。足首を下ろした時に上半身の重心が上げて連動するようにしましょう。先端力、スナップエンドウ豆トレ、エンドウ豆トレ、ランジ系に有効な全身豆。縮んで伸びる、自分がバネになった気分で、あと2回5倍速でやります。ダイアゴナルに有効な体格豆、体格は縮む、そして体格は伸びる、で全部伸びる。伸ばすときは足先、指先までしっかり伸ばして縮めてください。3回ずつ5倍速です。サイファーに有効な並列豆、側面を縮む&伸ばす、伸びる。早すぎず遅すぎず、自分がバネになった速さで、今は5倍速です。あー、しんどい。先端力、スナップエンドウ豆トレ、引き上げトレ、伸ばして持って引き上げる、負担が大きいので足はついてて OK です。できる人は足裏でやってみましょう。かなりの負担ですので、やりすぎは注意してください。怪我のもとです。 2,3 回ぐらいから始めてください。持ちやすい幅のものでなるべくゆっくりやりましょう。先端力、スナップエンドウ豆トレ、足先トレ、付箋を使います。ギリギリ届くところに貼ります。これを剥がしていきます。体の反動を使わないことです。これだとかなり楽ちんになってしまいます。ゆっくり付箋を落とします。くっついて取れない。そのまま次の付箋を落とします。いろんな高さでやってみます。反対の足もやってみましょう。届かないときは縮んで伸ばす、もう一回縮んで伸ばして、取れた。地味なトレーニングですがしんどいんですよこれ。頑張ってください。次に背のない人に必要なのは楢崎智亜力だ。120度の壁で180センチの人が130度で保持した場合、140度まで保持することができる。しかし同じ課題で150センチの場合、130度で保持したら135度ではギリギリ保持できないのだ。つまり125度まで壁の方に引きつけておけば135度ギリギリまで保持できる可能性がある。180センチの人と同じ角度10度分の余裕が生まれるのだ。楢崎智亜選手の押し戸を閉めるように壁に引きつける登りをトレーニングします。斜め懸垂だ。楢崎智亜力、斜め懸垂、ディップスタンドがこれです。公園の鉄棒でも OK です。膝を曲げれば負担は少なくできます。反動をつけずにゆっくり10回を3セット。足を上げて伸ばせば負担は大きくなります。お尻が下がらないように気をつけてやってみてくださいね。背のなさを憂うな、心を燃やせ。